皆さんこんにちは、小助です。今回はこの時期の車中泊とかロングドライブの時に必ずと言っていいほど活躍している車での旅行の必須アイテムを紹介したいと思います。夏は暑いですから、家からちょっとした食べ物とか飲み物を持っていく時はもちろん、旅行とか観光で冷蔵品のお土産を買う時にも活躍してくれるのがこのね、保冷バッグです。もちろん普段の買い物なんかでも使えます。僕は刺身だとかアイスが好きなのでよく買うんですが、ちょっとね、距離のあるところで買うとすぐダメになってしまいますから、保冷バッグは必須なんですね。で、僕は今までハードタイプの折りたためないクーラーバッグを使っていたんですが、車に置いておくのも結構ね、邪魔になります。買い物ならまだしも、車中泊とか旅行の時はできるだけね、荷物は減らしたいので、今年から活躍しているのがこのサーモスのソフトタイプの保冷バッグです。サーモスといえばね、魔法瓶とか水筒のイメージなんですが、そこが作っている保冷バッグということですから、やっぱりね、保温性はかなり高いんじゃないかなと思っています。実際今年たくさん使っていますが、保温性能はね、僕は文句なしですし、何より折りたためてコンパクトになるのですごく使いやすいんですよね。こんなね、薄っぺらく折りたたむことができます。実際に使うときはこんな感じにゴムを外して、あとはね、広げるだけなので、すごくね、便利に使えます。実際ね、今年たくさん使ってるんですけど、保温性能は、僕はね、文句なしですね。そして何より折りたためてコンパクトになるので、すごくね、扱いやすいというのが魅力だと思います。僕が使っているこの保冷バッグは動画説明欄にもリンク貼っておきますが、サーモスソフトクーラーの20リットルタイプです。実際ね、どのぐらいこれに荷物が入るのかとか、あとはね、保温性能、どのくらいの時間ね、冷やしておけるか、そのあたりもね、今回チェックしてみたいと思います。ちなみに外側の正面にはこんなポケットがついています。ここはね、保温能力はないので、あくまで小物を入れるためのスペースという感じですね。後ろもね、ポケットになっていると思ったら普通にね、穴が開いているので、特にポケットではなくてただのベルトみたいな感じですね。普通にね、貫通しちゃってますよね。これ何のためについてるんですかね。そして横にもね、ポケットついてるんですが、ここはね、ベルト入れとなっています。このベルトね、何に使うかというと、肩掛けのための紐になるんですね。反対側にフックがついていますから、そこにね、カチッと引っ掛けることができますから、こうするとね、ショルダーバッグのようにして使えて、重たい荷物をね、入れている時も持ち運びしやすいですね。ただね、僕は車の中で使うのがほとんどなので、この機能使いませんから、横のね、ポケットにこのベルトはしまっておきたいと思います。特にね、邪魔になるということはありませんので、普段はね、使わない人はしまっておけばいいんじゃないかなという感じですね。ただアウトドアだとかキャンプなんかでも使うという場合は、持って移動することもありますから、この肩掛けはね、便利ですよね。それ以外はね、特に特徴のないシンプルなクーラーバッグだと思います。裏はね、底の部分はこんな感じでプラスチックのポッチがね、ついてますね。このクーラーバッグ、開けると中はビニールのような素材になっています。そしてね、蓋の部分にはこんなネットがついていて、ここにね、保冷剤なんかを入れることができるわけですね。結構ね、便利ですよね。いつも僕が使っている保冷剤はこんなね、大きめのサイズのタイプなんですが、これをね、このネットの部分にスポッとね、入れて、そしてね、上をマジックテープで留めると落ちてくることもありませんし、このまま蓋を閉めると上からね、冷気がふわっと降りてきて、中全体が冷えるというね、なかなかね、便利に作られています。もちろんね、保冷剤一つだけだとそんなに長持ちしませんから、いくつか中にも入れた方がいいんですが、そのうちの一つはね、こうやって蓋部分につけることで全体がね、均一に冷えるんじゃないかなと、そんな感じがしますね。でね、広げる時も簡単でしたが、これをね、畳む時もすごく簡単です。底の部分にね、硬いプラスチックの板が入っていますから、まずはね、それを取んないと畳むことはできません。取るといってもね、ガバンと開けて横に立てかけておくだけで OK です。これでね、簡単に畳むことができますから、しっかり畳んだ後はこのね、蓋の部分をひっくり返して、そしてゴムを留める。これでね、畳むのは完了というわけですね。すごい簡単ですよね。20リットルのこのクーラーバッグにどれぐらい物が入るかなんですが、実際ね、この2リットルのペットボトルを入れてチェックしてみたいと思います。2リットル入ってる一般的なペットボトルですね。このクーラーバッグね、高さがちょうど2リットルのペットボトルが入るようにできています。なのでね、立てて入れるとぴったりなんですよね。でもちろん4本は普通に入りますし、まだね、入りそうですね。で、入れてみるとね、6本ぴったり入りました。
まさにね、2リットルのペットボトルを6本入れるために作られたようなサイズになっていますね。で、ソフトタイプなので柔軟性がありますから、横に倒してもね、入れることができます。まあ、実際ね、横に倒すと長さが若干足りないかなという感じなんですが、柔らかいので変形してなんとかね、入れることはできました。入れてみるとね、やっぱりね、6本入りますね。6本ぴったり入ります。これだけ入ればね、よほど大荷物ではない限り、家族分ぐらいのね、ものは入るんじゃないかなという感じがします。まあ僕らはね、夫婦2人なので結構余裕で入りますし、多分ね、4人ぐらいの家族でも問題なく使えるサイズではないかと、そんな気がしますね。これだけの容量が入るにもかかわらず、中のものをね、出してしまうとすごくね、コンパクトに畳めるというのがね、ソフトタイプのメリットです。さっき畳んだようにこんな感じでね、コンパクトになりますから、車のね、収納スペースなんかにも入れておくことができます。これがね、一番大きなメリットですよね。車のトランクにこの手のクーラーボックスを入れておくという方は多いと思いますが、ハードタイプだとね、やっぱり邪魔ですよね。で、僕はいつもここに入れてます。ラゲッジルームの底の部分にある床下収納のようなスペース、この部分にね、小さくなるので入れることができます。なのでね、使わないときは全く邪魔にならず、使うときは大きな容量が使えて、毎日使うという人とかね、あとは性能にこだわりたいという人以外はこのソフトタイプの方が便利ではないでしょうか。こんなね、ドアのポケット部分にもまあ入れて入んないことはないので、ここに挿して必要な時は持っていくということもできますよね。ハードタイプの硬いクーラーボックスだとラゲッジルームのスペースを常に取りますが、これだとね、使わない時なら柔軟にあちこちしまっておくことができます。あとはね、最後に保温力のテストもしてみたいと思います。実際ね、中に入れた氷がどれぐらいで溶けるのかね、中に保冷剤を入れて溶けるまでの時間を測ってみます。今回使う保冷剤なんですが、僕がいつも使っている、まあ使い回しているね、保冷剤で、割と大きなタイプのものを3つ使います。だいたいね、旅行行くときは3つ入れていくんですね。2つはそのまま中に入れて、1つはね、この蓋のところにセットします。これもね、いつもの使い方ですね。この状態でね、何時間後にこの保冷剤が溶けてしまうかというのをね、測ってみようと思っています。で、ただいまの時間なんですが、7月18日の6時35分ですね。朝の6時35分となっています。まずはね、12時間後の夕方の6時半ぐらいにね、最初のチェックをしてみます。あんまりね、激しく開け閉めしても中の冷気が逃げてしまいますし、まあいつもとね、同じ使い方ということにはなりませんから、だいたいね、いつも使うみたいにしばらく間を空けてチェックしてみる予定です。まあ普段はね、車で使うんですが、現在の室温ね、家の中で今回はテストしますから、現在の室温は26度の湿度がだいたい 55% ぐらいですね。この環境でチェックしてみます。車で積んで持っていくときも大半はね、エンジンをかけて移動中ですから、このぐらいの車温というかね、車の中の気温になっていると思います。それではね、夕方の6時半まで少し待ってみましょう。その後ね、ちょっと時間オーバーしちゃいましたが、午後の6時57分、まあ大体12時間後ですね。これね、入れたのが朝の6時半ですから、大体12時間後どうなっているか、こらこらこら、様子を見たいと思います。ちょっと火事ないで、待って待って、ちょっとじゃんと、ああまだね、結構凍ってますね。ただどうだろう、もう柔らかくはなってて、まあ、シャーベット状になってるって感じですね。でこれはまだちょっと一部硬くて、曲がらない部分があると。上のはね、もうだいぶ溶けちゃってますね。もう少しね、まだでも中ひんやりして冷たいので、ダメだって、まだね、中はひんやりして冷たいので、保冷効果はまだ維持されていると思います。もうちょっとね、この状態で様子を見てみましょう。あと何時間かは大丈夫でしょうね。もうちょっと様子を見てみます。現在の時刻ですが、21時40分、朝の6時半からスタートしてますから、だいたいね、今15時間経った状態ということです。じゃあね、これを開けていきたいと思います。喧嘩しないの、これ、見てこれ、じゃあね、15時間経ったソフトクーラーボックスの中がどうなっているかというと、まだね、
冷たいですね。ちょっとジャリジャリした氷が残ってます。まあ、中もひんやり冷えてますし、まだ大丈夫ですね。まああと2時間ぐらいはいけそうな感じがします。まあ、これも冷たいですが、蓋の方はねもう完全に溶けちゃってますね。でまあちょっと結露でね中びしょびしょなんですけど、ビニール素材になっているので、まあ特にねシミこうなんかが染み出てきたりというようなことはありません。まあ、結露もしていなくて外側は綺麗に乾いてますね。で中がちょっとね濡れてるというような状況です。というわけで今回15時間のテストをしてみましたが、まだ完全に保冷剤は溶けきっていなかったので、もう 2,3 時間は問題なく持ってくれそうです。この後もう寝ちゃうのでね、さすがに翌朝までは持たないということでテストは終わりにしていますが、通常車中泊とか旅行に行くときには保冷剤の他にもね冷えたドリンクなんかも入ってます。なので実際はねもっと持つんですよね。さらにペットボトルの中身を凍らせていくと24時間くらい経ってもまだね冷えているので、車中泊はもちろんですが旅行先からの冷蔵品のお土産を持って帰るのにも便利です。冷蔵品のお土産を買うと大体ね保冷剤がもらえたり、もしくはね追加で買ったりすることができますから、そこでね保冷剤追加していくと1泊2日の車中泊でも全然大丈夫ですね。この性能と容量、そしてね使わないときは折りたためるコンパクトさもね兼ね備えていて、動画説明欄でも紹介していますが価格もそんなに高くないです。サーモスというね実績もあるメーカーですし、かなりおすすめなのではないかと思います。僕は車中泊に車での旅行、そしてね買い物まですごく便利に使わせてもらっているアイテムです。中はねビニールになっていますから、水漏れなんかしてもこうやってね拭けばいいだけなので、すごくね便利なんですよね。本当にねいろんな場面で使えるので、もし保冷バッグを探しているという方はこれなんかいかがでしょうか。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。